私が勧める映画はロシアの映画作家でパラジャーノフという監督のザクラの色という映画です。これそのパラジャーノフっていう監督は、決してすごい恵まれた状況の中で映画を作った方ではなくて、その、まあ、政治的な体制のこととかもあって、その自由に表現活動ができないような場所でなんか牢獄とかに入れられたりした時期があって、その時にいろいろなジャーナリストが彼を訪ねていったりとか、まあ、その牢獄に訪ねていったりとかした時にも、なんかその社会とかその体制の中のその自分の立ち位置をうまく利用して、なんか彼を批判的に書こうと思って訪ねた記者さんでさえも彼の口車に乗せられて、なんかすごいいい記事を書いてしまうような、そういう魔力みたいなものを持った監督さんで、彼がまあ牢獄を出てから撮ったあの映画なんですけれども、なんかちょっと不思議なアルメニアの詩人の話だったりとか、あのとっても予算がかかってないにもかかわらず非常に効果的に、なんか物とかその映像の切り取った写真みたいなものを使って、であの繊細な色とかを使って撮られている映画です。では予告編をどうぞ。